君はタロスワンを破壊するために起爆キーを発動させた。だからヌルウェーブ発信機を起動させたことに困惑している。私の受けた命令は君がタロスワンと全てのティフォンを破壊するよう手段を尽くすことだった。ステーションを爆破することで地球は守られる。そして多少の償いもできるかもしれない。端末の制御は渡せない。ヌルウェーブを起動するのであれば私を殺す必要がある。全国反応炉が以上だ。君の命令は全て履行した。ただ一つを除いて、ステーションを爆破することでエイペックスと全ての派生技術を消すこと、君自身を含めて。だがもう気づいているだろう、これは君のアイデアだったのだから。もし君が地球に帰還すれば、君にインストールされたエイリアンのニューロモッドにより全人類が危機にさらされる。座ってくれモーガン。最後の光景を目にして憂鬱に浸るのもいいだろう。ワンから避難してください。ミケーラ、こちらモーガン。今どこにいるの？私は無理だろう。え？大丈夫だ、脱出ポットが一つ残っている。本当に？モーガン、嘘じゃないのよね？時間がない、信じてくれ。では地球で会おう。警告、反応炉が間もなく爆発します。タロスワンから避難してください。モーガン、もう見たかもしれないけど船体を引き裂いているエイリアンがいるの。すぐに移動して。まさか。ずっと同じ夢を見続けている。完了だ。どうだった？ミラーニューロンの活性化を期待できる。 EQ は極めて高い。夢を見ていたと思うだろう。何でもなかったと。私たちと同じように考えると？そうでなければ終わりだ。我々もな。全てはそれの選択にかかっている。貨物コンテナから私を救出した。解放されなければ窒息していただろう。その後ライトナーのコネクトームを回収。それに実用性は全くなかったが、私にとっては深い思い入れがあった。それはティフォンベースのニューロモッドを複数インストールした。それはつまり本能的な同種への回帰、あるいは二重の性質を統合しようとする試みか。しかし最も驚いたのはダールを許したことだ。純粋に自己本位の考えだったのかもしれないが、少なくともこれによって他の人々がタロスワンから脱出できた。ミケイラ、投薬がなければ死んでいたはず。苦しんだでしょう。それの心はこの行為でわかる。心があると言ってもいいかしら。それは父さんの記録も見つけた。その後予想外ではあったけど私に聞かせた。自らを告発する内容にもかかわらず、それは自分への非難を望んでいた。そしてサイコトロニクスにいた男、イングラム、冷酷だった。他に解釈のしようはない。でもそれを生かすか。ええ。サラ、君はどうだ？貨物ベイの状況は良くなかった。それの助けがなければ私たちは全滅していた。そしてステーションの全域で数多くのティフォンを破壊した。それはいいことのはずだ。ダニエル、君の意見は？それは私を見つけた。その必要性はなかったけれどそうなった。ボランティア37番を止めるように頼んだ。彼は危険人物だった。断言はできないけれど報復の思いがあると感じる。ティフォンに操られた人間はたくさんいたから、彼らを傷つけても不思議ではなかった。それは怪我を負わせないように努力したみたい。リスクに見合っていると思う。最終的にそれはタロスワンの破壊を選んだ。なぜだ？
地球を守るためか。それが行った行為の動機は正確にはわからない。だが選択せねばならん。我々の声は聞こえているな。さあ、見せたいものがある。君が体験したものはモーガンの記憶を再構築したものだ。これが現実の世界だ。何年も君たちの力を取り込もうとしていた。だがその逆は試みなかった。これまでは。今は違う。君は我々の種の架け橋だ。我々のことが見えているか、我々を認識できているか。私の手を取りたまえ。何のつもり？